名古屋競馬場、名古屋競馬場、名古屋競馬場、名古屋レイスコースは、愛知県名古屋市港区大名町一丁目一番地に、ある、地方競馬の競馬場である。競馬場のかつての地名から愛称として、どこ競馬場、どんこ競馬場とも呼ばれている。キャッチフレーズは、金社地競馬名古屋、金社地、京、名古屋。愛知県競馬組合、愛知県名古屋市、 豊明市からなる一部事務組合によって競馬が開催されている。笠松競馬場開催時は場外発売を行っている。なお、同組合はかつて中京競馬場でも公営中京競馬としてレースを開催していた。現在は休止。オッズパーク D ネット加盟競馬場。名古屋競馬場に所属する競争馬は やとみ市のやとみトレーニングセンターで調教される。2005年から個人協賛競争が取り入れられた。これは現在廃止された上山競馬場、高崎競馬場に続くものである。全国で初めて前日夜間発売を実施した夏季参照。トータルゼータシステムは富士通フロンテックである。かつては障害競争が行われていてない馬場には1。 コーナーから三コーナーに向かうタスキ場の障害コースの名残が見られ、三コーナーからのタスキの入り口付近に池垣障害が残っている。名古屋競馬場開催時は100円、場外のみ、発売時は無料。場外のみ、発売時は300円、通常はグリーンホールのみ開放。中央競馬との交流競争、ダートグレード競争を除くのレース名は、 名古屋チャレンジカップ賞である。なお、には、果物の名前などが入る。例として、パパイヤ賞やグレープ賞など。SP イコールスーパープレステージ、スーパープレステージの略。かつては、天才と呼ばれた、坂本敏美。1985年落馬事故により、引退。2008年2月死去らが所属していた。二千十三年四月十三日より、場内において、 日本中央競馬会からの委託により、J プレイス名古屋として JRA の馬券を全レース発売する。発売、発売なし、他地区場外発売のみ、その他の発売所における発売日程については公式サイトを参照。裏面が白い馬券を発行する自動発売払い戻し券容器を2008年3月17日に 3R オースに3台。 2009年9月29日に、名古屋競馬場の第2スタンド1階、投票所南側に12台をそれぞれ導入した。下記の点で注意が必要である。名古屋競馬場外交発売所で当日行われる全レースを7時30分から10時まで発売。名古屋競馬場外交発売所でシリーズ初日を除いて、2日目から最終日までの名古屋競馬の全レースを 前日の17時30分から21時まで発売。なお、名古屋競馬場では、リレーナイター実施日は、外交発売所が閉鎖されるため、場内にて発売する。3R オースでも2009年3月まで、名古屋競馬場と同じ日程で発売していたが、4月より、主に、リレーナイター実施日及び、名古屋競馬重症競争の前日に次の日の、名古屋競馬の、 全レースを発売することに変更された。名古屋競馬場や笠松競馬場などの昼間開催のレース終了後に大井競馬場、川崎競馬場や門別競馬場の夜間に行われるレース、ナイターレースを12時より発売する。なおさんがあ磯部、大須では最終レース締め切り時刻まで発売を行うが、 サンアールや富と中京競馬場では昼間開催の競馬場の最終レースと同時にナイターレースの発売も終了する。なお、2010年5月現在、前日夜間発売は行われていない。前日夜間発売よりも、リレーナイターとして多場を発売した方が、売り上げも良く、ファンにも好評のためである。そのために2010年度は、昨年度までよりも、 リレーナイター実施日を大幅に増やした。2009年9月1日、第2レース、10等立てで、3連勝短式、3連単で720、通り中593番人気の341万3400円。なお、適中票数は4万6252票中、わずか1票、100円であった。予想誌は、競馬エースと競馬東海の2西で、 価格はいずれも550円、2018年現在。ちなみに、発行元は漁師とも同じ会社である。詳しくは、競馬エース遠隔を参照。なお、2003年までは、穴予想で有名だった、ケイシンという名前の予想師もあった。出走馬がパドック、下見書集会中に予想誌記者による解説が行われている。 2011年4月から2013年3月はスカパーのエキサイティンググランプリ 709CH で開催日に無料放送ノースクランブル放送の名古屋競馬中継13時17時を2013年4月から2014年3月はセレクトショッピング CH217 無料放送で中継していた10時17時 2014年4月からは、地方競馬9、701CH か 702CH で中継している、10時17時。グリーンチャンネルでは、ダートグレード競争を中継放送している、詳細は、グリーンチャンネル地方競馬中継を参照。愛知県のケーブルテレビ局である、スターキャットケーブルネットワークは、レース開催日の22時 -22、32、 名古屋競馬、レースダイジェストを放送。マスコットキャラクターのデザインは2005年の一般公募によって採用された。3頭の馬に名古屋の名物、エビフライを合わせたものである。なお、グループ名及び3頭それぞれにも一般公募によって命名がなされている。なお、競馬場内には3頭が色々な行動をしている。イラストが掲げられている。例として、 一生瓶を片手にお酒を飲んでいる渡るくんやコンピュータに向かって何やら研究中のかけるくんなど。馬主席は特別観覧席の馬場に向かって一番左、入り口に近い方の列となっている。名古屋競馬場の関連施設で購入した馬券には払い戻しの有効日が印字される。なお、このようになったのは、新化形式、三連勝服式、三連服三連勝短式、 三連単が導入されてからである。実況は広報官の畑野健二が担当している。以前は広報官の河村則りや岸和田競輪場の岸和田 BB スタジオでキャスターを務めていた岸根正友が担当していた。レースのテレビ中継に関して、かつては東海大歌賞といった重賞レースのみテレビ愛知で中継していた。 しかし1990年4月から、三重テレビにて定期放送、ダイナミック競馬が開始されてから、三重テレビで放送されることが多くなった。同時に、マイル走破に、三重テレビ賞の冠名が付いた。その後三重テレビの冠レースは、新春杯であり、現在でも不定期で、重賞レースの皆ま中継することがある。 正月期間を除く毎年1月と2月のシリーズの初日は日曜日である。当期期間中、本場開催を行わない金沢競馬場での売り上げが見込めるとの理由から。また、日曜日に限らず平日でも名古屋競馬場開催時の場外売り上げは、笠松競馬場よりも金沢競馬場の方が上である。なお、2010年は1月と2月に中京競馬場で、 中央競馬の開催があったために、名古屋競馬日曜日開催は2月28日の1日のみであった。全国でも珍しい滞在型交流を実施している。当期期間中、金沢競馬場所属の競争馬が、所属変更することなく、名古屋、笠松両競馬場の馬房に滞在して、レースに出走する。馬だけでなく、調教師などの関係者も滞在をする。また、 騎手も毎年10名前後滞在して、レースに参加する。内馬場,場の芝生を利用して、グラウンドゴルフ大会が2006年3月と7月に行われた。交番、大薄交番が名古屋競馬場会館の敷地内にある。なお、以前は外交発売所の上に存在した。2005年6月6日から8月13日と2006年7月10日から7月14日に、 白母開催、トワイライト競馬が行われた。なお、1985年にも実施されたことがあった。2005年11月3日に行われた JBC 競争を記念して、当日に名古屋競馬場4つ目となるファンファーでビクトリーが生演奏により披露された。JBC スプリントでは無事に演奏されたが、JBC クラシックでは従来の録音された。 SPO ファンファーレも流された。当初は演奏されたものの船橋競馬場所属のナイキアディライト、当時母は5歳、一瞬騎乗が枠入りを拒否し続けたため、全部はもう一度枠入りからやり直しになり、その結果10分以上発送が遅れてしまい、演奏するはずのマーチングバンドはすでに引き上げていたことから、SPO アンファーレになった。また、当日はテレビにて生中継をしていが、 しかしその中継終了時刻は16時30分だったため JBC クラシックのレース途中で放送が打ち切られた。この日以降ファンファーレ、ビクトリーはダートグレード用として使用されている。なお、すべてのファンファーレと発売締め切り前の音楽は公式サイトで聴くことができる。詳しくはファンファーレを参照。2007年4月よりトリプルドリームスとして 今までの名古屋競馬場、笠松競馬場に、金沢競馬場も加えた、総合発売体制になった。基本として、月曜日は、金沢競馬場のレースを、名古屋競馬場、笠松競馬場にて、日、水。木曜日は、名古屋競馬場、笠松競馬場のレースを、金沢競馬場にて、それぞれ場外発売する。なおさんがあるオースでも、金沢競馬のレースを発売するが、 サンアールヤやとみ、磯ベと中京競馬場では発売しない日がある。2007年7月24日、外部業者による過失により、漏水事故が発生し、発見システムが故障したため開催中止になった。2009年8月に、大型映像装置、グランビスタが LED、発光ダイオード表示になった。今までの電球表示よりも画質が細かくなったために、 レースなどの映像が明るく鮮やかに見られるようになった。また、オッズや払い戻し金は、場内のテレビと同じものを表示できるようになった。2009年10月に、第3スタンドの改修が終了し、1階に展示室が設けられた。名古屋競馬の歴史の年表や、今までに行われたレースの広報用、ポスター、競馬場上,上空からの写真などが展示されている。また、 期間限定ではあるが、名古屋競馬、フォトコンテストの作品もここで見ることができる。2012年6月12日から、共同、トータリゼータシステムを導入し、6月18日から、ワイドの発売が開始となった。オッズ画面が、富士通フロンテックの導入場、南関東、兵庫などではなく、金沢、高知、福山に導入されている日本トーターの導入場の、 画面に近いものとなったが、自動音声は変更されていない。したがってトータリゼータシステムは、富士通フロンテックとなる。2013年2月10日に、名古屋競馬場マラソン大会第1回だ後、大決定戦が行われた。普段、競争馬が走る周回コースをランナーが走るイベントである。2014年3月15日に、 第2回リレーマラソンでートを決定戦が行われた。種目は、リレーマラソン 42. 5、42.195km、5km マラソン、1部2部、ファミリーラン、1.1km の3種類。一般競争のゼッケンは白、特別競争は緑のゼッケンが使われている。SP 重賞のゼッケンは独特な数字の字体が使われており、色は深青。 基本的には一定期間使い回されている。なお、SP 重賞でレース名と馬名が入った特注のゼッケンが使われているのは東海ダービー、ゼッケンの色は白だけであったが2017年7月17日に開催された第21回名港坂月以降の SP 重賞からレース名と馬名が入った深青のゼッケンが使用されている。現在レースの表彰式は 重症レースと冠無理協賛レースでしている。当日の出走表に本日の表彰式と記載があり確認できる。2026年開催予定の愛知名古屋アジア大会において、中日新聞は2016年9月28日、長官市場において、競馬場をヤ富トレーニングセンターに転し、後地に選手村を建設する構想があると報じた。この時点では、 具体的な移転時期は明記してなく、名古屋競馬場や愛知県競馬組合からも移転等のコメントも発表していなかった。2016年12月19日、愛知県競馬組合は正式にヤ富トレーニングセンターに移転することを決めた。移転案によると競馬場の解体と新競馬場建設の総工費は94億円で、ヤ富トレーニングセンターの敷地の一部17万、 平方メートルを売却して移転費に充てる。2017年3月28日に開かれた組合議会で名古屋競馬場をヤトトレーニングセンターに移転するための費用を埋めた2017年度予算案を全会一致で可決2022年度の開業を目指すことになった。新競馬場はナイター設備を導入し多乗と競合しない当期のナイター開催を予定している。 現在の名古屋競馬場跡地は、場外馬券売り場などに活用される予定。2012年11月末までは、開催日のみ、名鉄名古屋本線、床名線神宮前駅から、名鉄バスによる無料送迎バスが運行されていた。運行終了後も神宮前駅、東海通駅にある停留所はそのまま残されており、近接するバス停から発車する名古屋市交通局の、 バスを利用するよう呼びかけられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。